あの建物から水が溢れてる。ポセイドンの仕業か。調べてみよう。誰かが通ったのか。野営道具。物の向こうに。よし、手を出せ。ほら、頑張れ。畜生、もう少しだったのに。原石手に入れる前に溺れ死にますよ、モーランド。諦めましょう。いやいやだね。一人で死にたいならお好きに。ここで死体救いをするなんて真っ平ですからね。うんざりだ。かの無双家の運命に危機が迫る今、彼は諦めるのか、はたまた妄想に殺されてしまうのか。どうも。古の町が砂の中に埋まっているのに水が溢れてるのか。突如、ノラの戦乙女が登場。いや、それはもういい。普通の発掘隊じゃないってことは間違いないな。それは？ああ、こいつはモグリアワさ。これはマーク1。マーク2のがマシだが、途中でつっかえちゃってな。空気感が引っかかって。下に降りたのか、これで。まあ、理解してもらおうとは思ってないよ。なかなかいい考えだな。ああ、ちょっとよろしいですか。あなた途中で引っかかって溺れかけたでしょ。持ち運びができれば。機械の膝当てとか。フィルターがなくちゃな。合成膜ならいける。それをホースで圧縮空気カプセルにつなぐ。こりゃ驚いたぜ。ちょっと何ですかこれは。ほら、知らぬ相手です。名前は？アロイ。モーランド、これで知り合いだ。大化け物。ほら、ちょっとこの設計図見てくれよ。あ、ちょっと待て、先に話を聞かせてくれ。ああ、いいよ、相棒。相棒？気にすんな。命をかけてまで欲しいものって何なんだ。それか。こっちは宝探しに来たわけじゃないから平気だ。見つけたものは全てやる。よっしゃ。これまで発掘されたどんなお宝よりもすごいもんを発掘してるって言ったらどうする。要点だけでいい。単刀直入。いいね。見よう、原石だ。ガラクタじゃないのか。まあ今はな。だがいいか、火花を散らしゃ古のものの見事な創造物が宙にうっとりするような絵を描く。しかもこの下にどっさりある。例えて言うなら光の芸術。爺様が言ってた通りだった。原石が画像を映し出すのか。光の絵画、そりゃ綺麗だぜ。こいつはこの世のものとは思えない美女を映してくれた。ロブスターとジューシーな肉料理が並ぶビュッフェに手招きしててよ。あ、まだガキの頃、爺様の作業場で100回は見たっけな。今も見られるか。そのうち消えちまった。こいつが消えた時は一日中泣いたよ。でも下にはたんまりある。降りてみりゃあんただって見つけられる。うちの爺様だって見つけた。
おじいさんはどうやって原石を見つけたんだ？ここに来たのさ。40年くらい前にな、西部に初めて遠征した発掘隊のメンバーだったんだ。この古代の町を見つけると、この建物の下を調べて、そんで地下の空洞と光る原石を見つけた。持てるだけ持って帰ってきてな、また集めに行きたいっていつも言ってたが、シャードが足んなくてよ。爺様の夢は原石を使ったショーを披露すること。誰も見たことがないようなやつさ。ただものじゃないな。真の発掘家で真のショーマン、死んじまったが、爺様の代わりに俺が原石を集めて、爺様も驚くようなショーを披露するんだ。あんたの手を借りて。それで下で一体何があったんだ？これはただの発掘じゃない。爺様の後を継ぐ発掘なんだ。この下にはさ、砂が入ってこられない巨大な空洞が広がってるんだよ。そこへ出入りできるように昇降機を設置した。そりゃすごい装置でな、作るのも楽じゃ。もう一度聞くぞ、何があった？この底で爺様が見つけたお宝を見つけたんだよ。あらゆる類の絵が宙に描かれてた。踊る女、ゲームに、コインに、ああそれとジャックポット。なんだか知らねえけど、いいもんだろうな。そして異変が起きた。海の中の絵に変わったのさ。波が押し寄せ、魚もいた。おかしな水中の夢を見てるようだったよ。ポセイドンの夢か。まあそれで突然水の流れる恐ろしい音がしてよ、床から水が吹き出してきやがったのさ。床から吹き出した水で溢れたってことか。あんな恐ろしい洪水初めて見たよ。一目散に逃げ出して、波に飲まれるギリギリのところで昇降機に乗れたのさ。でもよ、踏ん切りつかなくてこれを作った。モグリアはマークワンと角だ。これで降りようとしたが、溺れ死にかけてよ。アバダンドは俺のことをイカれてるって。でも諦めきれねえ。せっかくここまで来たんだ。原石はすぐそこにあるんだぜ。手を貸そうか？はあ、いいのか。普通の発掘隊じゃなさそうだな。そもそも俺らは発掘隊じゃない、ショーマンさ。それは役者か？ノラなら芸術に疎くても仕方がねえか。俺たちはクレイム中を回ってショーをやってんだよ。ステマーは話の語り部で、俺がそれを演出する。音とか花火とかでな。アバダンドはそう、愚痴係、金の管理、まあ似たようなもんだな。発掘はショーの仕掛けに使えるものを探すためさ。だから今回は何より重要なんだ。ここの深さは普通に潜れないのか？エラがなきゃ無理だよ。50タルは余裕で入っちまう。オセラムじゃないんだ、タルじゃわからない。じゃあ液体の量はどう言えばいい？何にせよ息が続かなさそうだな。てなわけでこの発明よ。部品を取りに行ってくるよ。マーク2には無傷の圧縮カプセルがあるが、言った通りシャフトに引っかかってる。お前が生きて帰れたならそこまでは潜れるはずだ。よし、部品はステマーが南で見つけた群れから手に入るだろう。分かった。よっしゃ、じゃあ部品持ってきてくれ。頑張りな。Thank you.
まあざっと50人客を呼ぶとするとタルバット30は必要。酒はブラウンエール。いや違う、彼にはスクラッパーサップか。宴会の計画中か。モーランドの葬式費用の計算です。あとちょっとで諦めたのに。潜水など馬鹿げたことをやめるという時にあなたが現れて、薄っぺらなアイデアを植え付けた。うまくいくはずだ。みんなそう言う。モーランドは古の町に降りたのか。3人とも降りました。お前も。おかしいですか。いや、それで何があった。何がって、水が溢れて逃げたんです。それでモーランドが馬鹿げたものを作って溺れそうになった。二度も。あの人の愚行を詳しく知りたいなら直接どうぞ。それでお前のような男がなぜモーランドに仕えてるんだ。仕えてるわけじゃありません。分け前は3等分ですからね。彼が駆け出しの頃、私は彼のショーを見たんですよ。炎に光に影、そりゃもうありとあらゆる仕掛けが驚きでした。ですが彼の頭にはショーしかない。散財してもう。わかるでしょ、この私が財務をやらねば彼の夢は泡と消える。あのようにクレイムにいればね、こんな場所で道具を得ずとも普通のショーをできていたのに。それでもお前は砂漠のど真ん中で彼の夢を掘っている。いい夢だ。でも時には諦めねば。モーランドのその夢は命取りになるでしょうね。ならなかったとして、お宝を掘り当てた後はどうするんだ。世界最高のショーを上演するんですよ。そう、特等席で上等なビールを振る舞う。そしてモーランドは光の壮大な何かをして、ステマーはその語りで観客をワクワクさせて、私はチケットを売る。所詮は夢ですよ。もしかしてお前もショーマンなのか。何？オセラムはみんな発掘家か、カジシか、飲んだくれた後でも。ええ、確かに私たちも発掘家ではありますが、それは主な収入源ではありません。旅をしながらショーをしている。そのショーとはどんなものなんだ。語りと驚きの光景。ああ、モーランドの専門です。彼がありとあらゆる発明をしましてね、光と音を組み合わせて火を吹く大砲から火花が降り注ぐ。そしてステマーが冒険談を語り観客を魅了する。この滑らかなバリトン声。そう、それお前は。私、誰がこの馬鹿げたことの財務をしていると。彼らは、ああ、確かに才能にあふれている。でも、シャードの管理ができると思いますか。まさか、ええ、取引ならいつだって大いに歓迎ですよ。Thank you.
も邪魔はしないよ。頼むから私たちをほっといて。やっとここ。から離れられると思ったのに。いや、アロイが来て助かったな。どうだか。砂漠での逗留が長引き、シャード版はさらに不機嫌になっていくのだった。少しは汗が流れたか。群れは南だとモーランドは言っていたな。血を出すのは無理だ。ドローンのようだな。周りを監視してるのか。使えるデータが手に入るかも。どうやって上がるか。どこかに登ればドローンに飛び乗れるかも。モーランドはここに群れがいると言ってたが、移動してしまったのか。群れの痕跡を調べて追跡してみるか。保管庫に入れて後で使おう。
あった。こいつをたどって行ってみよう。機械の群れだ。必要な部品を回収しよう。気をつけて。まだ機械がいる。先に始末すべきだ。オーバーライドできない。別の機械を探せば。よし、倒した。群れを追いかけるか。砂の渦の間で立ち往生してるみたいな。うまく利用できるかも。
他の機械を調べる。膝当てだ。これでいい。傷がない合成膜を持っているか調べてみよう。この合成膜も使えない。手に入れたぞ。よし、これで機械の部品は揃ったな。あとはモーランドの装置から空気カプセルを手に入れるだけだ。このうち乾くさ。何です？それじゃあ行くよ。やっとか。
セルを手に入れたぞ。これで必要なものは全て手に入ったな。モーランドに渡そう。いや、何か用かい、相棒。必要な部品は手に入れたぞ。その奇跡の潜水マスクだ。潜水マスクだけでいいだろう。まあいっか。ほら、作業台を使え。こりゃ驚いた。うまくいったら試させてくれ。下に降りて原石を手に入れたいんだ。溺れずに行けたらな。それであんたは何を探すつもりだ。説明が難しいけど、古の町を管理する装置に誤作動を引き起こしたもの。洪水もそのせいだ。俺たちのせいじゃ。てっきり侵入したことがバレて罠が作動したのかと。言っただろう、きらめく光の絵が突然海の姿に変わったんだ。それから赤く光って、直後に大水が押し寄せてきた。また赤く光った。ああそうだった。合図みたいに水が噴き出してきた床の格子のすぐそばでな。警告か。ありがとう、役に立つかも。だといいな。頑張ってこいよ。よし、使えるか試してみるか。